張飛東南と申します。大学の4年生です。日本の文化を勉強しています。うん、私の趣味は旅行です。うん、でも今なとったい変動を勉強すること、甘く大きくことを大好きです。うん、私は日本レストランとか日本人のお土産とか働いたことがあります。今教師として日本語センターでアルバイトをしています。うん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、旅行が趣味、はい、今までどこに旅行しましたか？シンガポール行きました。はい、シンガポールはどうでしたか？綺麗な国です。ああ、綺麗な国ですか。はい、美味しかった？食べ物は私にとってとても美味しいです。ああ、そうですか。はい、いいですね。はい、あとはハンドメイド、はい、包材、はい、包材、うん、そうね、はい、あとは部屋はきれいになりたいので、小さいものを作れば、自分で小さいものを作れます。そうですか。はい、結構自分でいっぱい作りますか？はい、そういうのが好きですか？はい、なるほど。日本のレストラン、お土産屋さんで働いたと言いましたが、はい、どんな仕事をしましたか？日本人のお土産で、商品をいっぱいは掃除したり、お客さんの、例えばお客さんの班の街はあまりよくわかりないとき、私はちょっと説明します。うん、なるほど。日本のレストランで働いた時はどんな仕事をしましたか？ほとんどは掃除します。ほとんど掃除？はい、お客さんにオーダーを取ったり、料理を運んだりしたことがありますか？はい、あります。あ、そうですか、わかりました。どうして日本語を勉強しましたか？日本のアニメが好きで日本に興味を持ちましたか？はい、今はどういうアニメを見ますか？今は最近桜というアニメを見ます。そうですか、わかりました。日本の食べ物で好きなものありますか？私はたこ焼き一番好きです。たこ焼きですか？はい、でも最近どら焼きも好きです。どら焼きも好きです。わかりました。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。